メジャー4年目のエンゼルス大谷翔平が2021年、本物の二刀流選手として世界中の野球ファンを魅了した。本塁打王のタイトルこそ逃したものの、打者として46本塁打、100打点、26盗塁をマークし、投手としては23試合に先発し、9勝2敗、防御率3、18、156奪三振、ベーブ・ルース以来、103年ぶりとなる2桁本塁打&2桁勝利は来季以降に持ち越したとはいえ、これまでの球界の常識を覆す成績を残した。1年間、大きな怪我なく出続けられたのは良かったと思います。すごい、楽しい1年だったかなと思いますでは、2022年以降も同じような成績を残すことは可能なのだろうか。無論、何の保証もない。ただ、大谷翔平は自ら目指すべき数字を上げようとしないだけでなく、自分の中に限界点を定めていない。自分で自分を評価しないと言い切り、求める結果は、ベストを尽くした先にある。やることをやっていれば、次につながると思っています、と。胸の内を明かす。オールスターには、DH と投手の両部門で、選出18年のメジャーデビュー後は、右肘の腱を移植するトミー・ジョン手術、左膝の手術など、投打の両面で常に不安を抱えながら、プレーを続けてきた。迎えた4年目の21年は、オフシーズンに体力強化を徹底し、満を持たして万全に近い状態で春季キャンプを迎えた。ベストを尽くした先を見つめてきた結果だった。二刀流のフル稼働は、エンゼルスを率いる名将、ジョー・マドン監督にとっても大きな挑戦だった。コロナ禍のため、20年の公式戦は60試合に短縮されたが、21年は通常の162試合に戻った。果たして、年間を通して二刀流を継続できるのか？同監督は大谷翔平と緊密にコミュニケーションを取りながら方策を探った。春季キャンプ中には、DH を解除して先発するリアル二刀流をはじめ、これまで回避していた登板前日、登板翌日のスタメン出場をテストした。過去の指導者が維持してきたリミッターを外し、より多くの出場機会を探った。開幕以来、快調に本塁打を量産し、先発ローテーションを守った大谷翔平は、7月の球宴に史上初めて DH と投手の両部門で選出された。しかも、試合前日恒例の本塁打競争に出場し、翌日には1番投手として先発マウンドに立った。MLB 機構が DH を一時的に解除する特別ルールを認め、両軍監督も大谷翔平の二刀流でのプレーを歓迎した。ア・リーグの指揮を取ったケビン・キャッシュ監督、レイズは言った。これは、多くのファンが見たいと望んでいることであり、私も個人的に見たいと思っている。実際、本塁打競争で飛距離140メートル以上の特大アーチを連発し、救援では登板した両軍全19投手でただ一人、時速100マイル、約161キロを超える球速をマークした。全米中に生中継された。真夏の夜の祭典は、大谷翔平が紛れもないスーパースターの仲間入りを果たしたことを証明する2日間となった。来季は50本塁打の大台も、もっとも、周囲の喧騒をよそに、大谷翔平は冷静かつ客観的に自分と向き合っていた。球宴での二刀流出場を含め、21年は、
成績だけでなく、トレーニング、休養の取り方など、年間を通してプレーすることが、将来的な叩き台になると考えていた。過去3年はリハビリが中心で、投打それぞれのメニューは確立していなかった。メジャーの公式戦は、3時間の時差がある中での遠距離移動。ダブルヘッダーや20試合以上の連戦も珍しくない。エンゼルスが優勝争いから大きく脱落しても、最後まで健康でプレーすることと繰り返したのも、21年を実質的な出発点と位置づけていたからだった。将来的に少しでも長く二刀流を継続していくための準備を、シーズンを通して進めてきたと言い換えてもいい。だからこそ、マドン監督は来季以降について、今年これだけ打って、投げて、走ったのだから、来季も可能だろうと不安視していない。21年に長期離脱した大砲マイク・トラウトや、勝負強いアンソニー・レンドンら中軸打者が22年に完全復帰し、主に1、2番に座った大谷翔平に続く3、4番を固めれば、21年終盤に見られたような四球攻めで勝負を避けられることも激減する。となれば、50本塁打の大台に手が届く可能性も高まるだろう。まだまだ100ではない大谷翔平自身にも、確かな手応えは残った。前半戦をリハビリの段階と振り返り、終盤に入っても、まだまだ100ではない。体的にも、もっと上に行けるんじゃないかと思っているのでと。さらに、伸びしろがあるとの感触を口にした。27歳のシーズンをまだ100ではないと捉える大谷翔平にすれば、46本塁打も9勝も、おそらく一つの目安に過ぎない。その一方で、21年に大谷翔平が残した功績は、数字だけでは測れない。20年なリーグ MVP のフレディ・フリーマン、ブレーブスは、高校時代、時速155キロの速球を投げる才能を持ちながら、7年のドラフトでは打者として2巡目で指名され、スラッガーへの道を歩んだ。誰もが翔平がやっていることをできるとは思わない。だが、少なくとも二刀流への扉は開かれたことで、より多くの選手がこういう機会を与えられるようになるだろうと、将来的にメジャーを目指す若者のモデルケースになると称賛する。二刀流の祖と言われるベーブ・ルースは、レッドソックスに在籍した1919年までの6年間で、投手として4年連続2桁勝利を挙げた。その後、ヤンキース時代の15年間はほぼ打者に専念し、通算714本塁打をマークした。今後、大谷翔平が二刀流としてどこまで数字を積み上げていくのか、1世紀以上前にプレーしたルースと、大谷翔平を数字上で比較することは可能かもしれない。ただ、セーバーメトリクスなど、野球のデータ化が進む近代野球で、野球少年たちの夢とも言える二刀流を体現した大谷翔平がもたらしたインパクトの強さは計り知れない。このコラムは、政治、経済からスポーツや芸能まで、世の中の事象を幅広く網羅した文藝春秋オピニオン2022年の論点100に掲載されています。